現代の戦争は、第二次世界大戦やベトナム戦争の頃のように重火器や大砲を撃ち合って戦闘するだけではないよね。現代の兵器は、高度なハイテク機器であるミサイルを筆頭として電子部品の塊だもんね。そのミサイルは GPS からの電波塔により誘導されているぜ。そのため、その電波や電子機器を妨害すれば、戦争を優位に進めることができるってわけだ。この目に見えない電子の戦いを電子戦と言い、世界各国の軍隊がその能力向上にしのぎを削っているな。日本においても川崎重工を主契約者として、電子戦を専門とした航空機の開発を進めており、ようやく完成のめどが立ってきたみたい。でも、日本はこの開発スピードをもっと早める必要があるよね。そうだね。さて今回は日本がスタンドオフ防衛能力を整備へ向けて動いていることについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年2月24日には、ロシアがウクライナを征服戦と侵攻を開始し、ウクライナにおいては軍民ともに多数の犠牲者が発生しているよ。しかしながら、ロシア軍は当初の予想よりもウクライナに対して非常に苦戦を強いられているんだ。逆に言えば、ウクライナは軍事大国ロシアに対して非常に善戦していると言えるね。ロシアは開戦初日から、ウクライナの防空システムの無力化を機として、ミサイルによる精密誘導攻撃を行ったんだ。これにより、ウクライナ軍が保有する防空部隊や飛行場を無力化しようとしたってわけだな。事実、ロシアは開戦後数日でウクライナの制空権を奪取したと発表したけど、これは完全なロシアの油断が招いた誤報だったんだ。ロシアがウクライナに対して行ったミサイル攻撃では、ウクライナが巧妙に隠蔽した防空システムの無力化を行うことはできなかったよ。また、ロシアは米国のような真の軍事超大国のように圧倒的な物量と情報に基づく、高精度な軍事情報の収集を行うことができず、ウクライナに対して初戦で有効な打撃を与えることができなかったみたい。これにより、ロシア地上軍は制空権を奪取できていない状況で、ウクライナの航空攻撃にさらされながら前進することを余儀なくされたな。よって、ウクライナはロシア地上軍の動向を把握しやすくなり、ロシアに対して陸と空から効果的な攻撃を行うことが可能となったぜ。また、ウクライナの地対空ミサイルシステムを回避するためにロシア軍の航空機は低空でウクライナ上空を飛行する必要が生じ、これに対してウクライナは欧米から提供されたスティンガーなどの歩兵携行式近距離地対空ミサイルにより迎撃を行ったことで、ロシア軍の航空機は多大な犠牲を強いられることになるよ。中には、ロシア軍兵士を満載した大型輸送機が2機立て続けに撃墜される事案も発生し、たった2機の撃墜事案で数百人が犠牲になるという大惨事を受けることになったんだ。このようにロシア軍がウクライナで大損害を被っていることは事実だけど、日本においては、ロシア軍の損害は大きく報道されているため、日本国民の多くはロシアが苦戦を強いられていることを理解することができる状況になっているよね。しかし、ウクライナ軍の損害については詳しい報道はなされていないんだ。ロシア軍がこれほどの損害を被っているのであれば、ウクライナ軍にも相応の損害が発生しているはずだけど、ほとんどそのことについて報道がなされていないよね。言われてみればそうかも。それってどうしてなの？これは、ウクライナが国民向けの戦意向上のために自分の戦果を誇張して公表していることが大きな要因の一つだよ。ロシアも同じく自分の戦果を誇張し、自分の軍事行動の正当性を主張しているけど、これは大きく報道されないんだ。それは、日本が欧米諸国と歩調を合わせてウクライナ寄りの行動をしていることが主な原因であり、ウクライナの主張に対して大きくクローズアップしているからに他ならないね。よって、実際のところ、ロシア軍とウクライナ軍がどの程度の損害を被っているのか、ロシアに対して陸と空から効果的な攻撃を行うことが可能となったぜ。このような両国の情報戦略情報戦に日本と日本のマスコミは巻き込まれているわけなんだけど、現代の戦争は、この目には見えない部分での戦いの比重が大きくなっているんだ。今回のロシアのウクライナ侵攻では、日本はウクライナに対しての支援として、防弾ベストやヘルメットといった防衛装備品の提供を行ったよ。日本にとっては紛争当事国に対する思い切った対応なんだけど、このような目に見える支援だけではなく、目に見えない戦いにおいても日本は早急に支援できる体制を構築すべき時が来ているんじゃないかな。そうだな。そして、このウクライナでの出来事は、日本においても再現される可能性があるな。特に尖閣諸島をはじめとした南西諸島などの島嶼部へ中国が侵攻する可能性があり、中国の動きが非常に懸念されているぜ。日本はこの中国の動きを牽制し、抑止力を高めなきゃいけないってわけだね。そういうこと。そのために日本政府や防衛当局でホットなキーワードとなっているのが、スタンドオフ防衛能力だよ。令和3年度版防衛白書において、スタンドオフ防衛能力の概念と必要性、
そして具体的な取り組み事項について解説されており、端的に言うと敵勢力の攻撃範囲外から自衛隊が敵勢力を攻撃可能とするための能力だね。これにより、自衛隊員の損耗を防ぎつつ、敵勢力に打撃を与えることが可能となるんだ。これを可能とするのが、2種類の長射程のミサイルだよ。一つは、F-35A ライトニング2に実装する JMS ジョイントストライクミサイルで、このミサイルは、米国が開発した空対地ミサイルで、その射程距離は 300km にも達するみたい。また、ミサイル自体にステルス性を付与させることで、敵勢力がミサイルを察知することを困難とし、迎撃されにくいという特性を有しているよ。日本では、F-15J の再々近代化改修により F-15J の一部にも JMS の運用能力を付与する予定だったけど、それによる F-15J の再々近代化改修費用が非常に高額になるとの見積もりが米国より提示されたため、F-15J の運用能力付与は断念し、F-35A ライトニング2での運用を行うこととしたんだ。三つ目は、陸上自衛隊が運用する国産の一蓋式地対艦誘導弾システムを改良して長射程化を行うというものだね。これは、現在射程距離 200km 程度の同システムを長射程化して、有効射程距離 1000km 以上とする計画で、これが実現すれば、日本本土から発射したミサイルが中国の首都北京を直撃することも可能となるよ。もちろん、非常に長射程であるため、九州から尖閣諸島や南西諸島に侵攻しようとする中国軍へ攻撃を行うことも可能となり、その抑止力は非常に大きなものと言えるんじゃないかな。特に実際に実現可能かは別としても、中国共産党の首脳部を直撃することが可能なミサイルを日本が保有することは、中国共産党首脳部の意思に対して一定の影響力を与えることができるはずだぜ。この3つが日本の保有を目指すスタンドオフ防衛能力の攻撃手段なんだけど、スタンドオフ防衛能力は、長射程のミサイルだけでなし得るものではないんだ。この他にこれらの長射程ミサイルを発射誘導するために必要な電子戦手段を獲得するために、川崎重工業が国産 C2 輸送機をベースとした電子戦機の試作機を2025年度をめどに開発する計画となっているよ。さらにこの電子戦試作機の開発と並行して、搭載する電子戦システムの開発及び検証作業も2024年度から3年間をめどに行う予定であり、国産の電子戦機の実用化に向けた動きは加速化しているね。川崎重工が開発を行っている電子戦機は、敵勢力の対処範囲外から時期を保全しつつ、上遠距離で電子戦システムによる、敵勢力の電子機器や通信を電磁波により妨害することを目指しており、現代戦では必須の通信レーダー装置等の性能を低下させることができれば、自衛隊は戦場において優位に戦局を動かすことが可能となるよ。この電子戦試作機の開発母機となる C2 輸送機は航空自衛隊が C1 輸送機の後継として開発を川崎重工に委託したものであり、海上自衛隊が保有する P1 哨戒機と同時開発を行うという、世界的にも珍しい開発計画により開発が行われたんだ。この2機同時開発は、2機の機体設計や使用部品の共用化を進め、開発コストの削減を図ることを機として行われており、日本の航空機開発としては非常に順調に開発が進んだと言えるんじゃないかな。実際に開発された2機は、実際に部品の共用化によるメンテナンス効率の向上や費用の低減が図られているということで、予算不足に悩む自衛隊としては非常にありがたい機体であると言えるはずだよ。海上自衛隊の P-1 哨戒機は、それまで多数運用していた米国製の P-1C 哨戒機の後継機として開発され、哨戒機としては世界最高峰の能力を有しており、ハープーン対艦ミサイルの運用能力も付与され、本機の導入により海上自衛隊の対潜対艦攻撃能力は大きく向上したよね。この日本が開発した C1 輸送機と P1 哨戒機だが、日本は世界各国の軍へ輸出すべく活動を行っており、米国の最新鋭哨戒機 P8 哨戒機などと競っているな。しかし、米国で運用される哨戒機と無名の日本の哨戒機では、世界の市場で太刀打ちすることは難しく、現在まで日本国外での採用事例はないぜ。今後、日本での運用実績を積み重なることにより、競争力を得ていく必要があるんだね。そうだね。このように日本は現在よりも防衛力の強化をさらに加速させなければならない状況であり、日本政府と防衛省としても予算の範囲内で全力を尽くしているとは思われるよ。幸い、日本の防衛予算の増額 GDP 比 2% の機運が高まっており、日本の防衛力強化は現在よりもさらに加速化される可能性があるね。日本としては、ウクライナの現状を鑑み、日本は地政学的にも決して平和な立地ではないことを肝に銘じて、自らの力で国防を成し得る能力を持てるよう努力する必要があるんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、
チャンネル登録してね。また明日の動画も楽しみにしててね。まだまだコロナが落ち着かないから、みんな気をつけてね。